スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。大谷翔平、今だから二刀流検証が面白い大御所らのぜひろむ2のうち、鮮烈なデビューと言っても過言ではないエンゼルスの大谷翔平選手。大谷選手のメジャー挑戦に関して日本の解説者からは何と評価されていたか、今振り返ってみると、バズフィードジャパン播磨屋匠、大谷翔平がメジャー挑戦するまで言われていた9つのこと、否定的だった。1、野村克也氏。大谷の二刀流に関しては正直今でも気持ちは五分五分、半分は無理だろうと。昨年はそれなりに結果10勝22本塁打を出したけど、正直言うとプロ野球をなめんなよという思いもある。日本ハム首脳陣も含めてプロ野球を軽く見すぎている。常識的に考えたらできないわね。これまでの長い歴史の中で誰もいないわけだから。2017年10月4日掲載、週プレニュースにて、ニック・ワタマスギ氏。二刀流にも二通りある。一つは今やっている二刀流、僕が提案するもう一つの二刀流は10年間投手に専念してその後10年間打者に専念するという二刀流。投手に専念するときは20勝やタイトルを目指すように自分を磨いていく。そして打者に専念するときは3割30本を目指す。同時にやっているので、大谷君が持っているポテンシャルがまだ半分くらいしか出てない。僕の提案する二刀流をやれば大谷君のポテンシャルは 100% 出る。2017年9月23日放送、 TBS S1 にて。3、金村義明氏。大谷選手の二刀流について厳しいと思いますよ。チャプマンのボールとか見たらえぐいですよ。大谷どころの騒ぎやないですよ。あれぐらいのボールがバンバン行き交うところでやってたら体が持ちませんよ。投手か打者かどちらか一つにしないと。ピッチャーでしょう。160キロ投げるんですから。2017年10月5日、東京 MX バラ有段で見て。4、赤星憲広。活躍できると思う。打者としての試合出場が少し難しいのではと予想し、まずピッチャーで成績を残すことでチームの信頼を得る。首脳陣だけではなく他の選手たちにも認められないとなかなか難しい。2017年11月11日、日テレ系ゴーイング、スポーツ&ニュースにて。みんなの声、大谷本人の直接 MLB に行くという夢を無視してドラフトで指名した時はひどいと思ってました。しかし結果的に日ハムが大谷の二刀流の道を切り開くのに協力しましたね。大谷は日ハムに入って正解でしたね。いろんな意見があるけど、周りのサポートや大谷の培った才能や努力がなければ二刀流は無理だったわけだし、実際に成功させてるのはすごいと思う。一つに絞れば記録も伸びると思うけど、大谷選手が目指しているのは記録とかではなく純粋に野球を楽しみたいのではないだろうか。前人未到の二刀流、いろんな意見が出ているが、少なくとも現段階では成功しているし、それなりの成績も残している。プロの方は自分たちの意見が絶対と思っている人が多いと思うが、大谷選手のこれからの活躍を見守る度量があってもいいのでは。プロだけに自分の物差しで語る人が多い中、原さんは正直だと思う？みんながみんな正確に予想していたらそれはそれで気持ち悪いけどね。いろんな意見があって当たり外れもあっていいと思うけどな。お客さんが何を見たいのかという目線も入れて語れる解説者と、プレイヤーや監督の目線でしか語れない解説者の違いのような気がする。いい時だけでなくて悪い時も応援したいと思います。
日本球界を思う人は実力がある選手がメジャー挑戦することを応援するでしょう。メジャーで活躍すればするほど世界が日本球界の見る目が変わるでしょうから。桑田さん、テレビ出るたびに言ってるけど、それは大谷がやりたい二刀流ではないからね。いい加減諦めて笑い。桑田は打者としてもプロとしても成功してただろうな。桑田の意見に同意。やっぱり金村さんはパリーグ残酷物語や近鉄の昔話で笑いを取るバラエティの方が野球解説者よりも合っていると思う。金村さんは深夜番組と YouTube で燦然と輝く人だ。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。